こんにちは、ママチャンネルです。今日は春にぴったりの卵の手遊びを3つ紹介したいと思います。コロコロ卵はお利口さん、コロコロしてたらひよこになっちゃった、ピヨピヨひよこはお利口さん、ピヨピヨしてたらコケコになっちゃった、コケコケコケコはお利口さん、コケコケ泣いたら夜が明けた。丸い卵がパチンと割れて、中からひよこがぴょんぴょんぴょん、まあかわいいぴょんぴょんぴょん。長い卵がパチンと割れて、中からヘビさんがニョロニョロニョロ、まあ怖い、ニャラニャラニャラ。大きな卵がパチンと割れて、中から怪獣さんがゴーゴーゴー、まあ大きい、ゴーゴーゴー。卵をポンと割りまして、そのまま食べたら生卵。卵をポン、もう一つポンと割りまして、ジュージュー焼いたら目玉焼き。卵をポン、もう一つポン、もう一つポンと割りまして、ぐるぐる巻いたら卵焼き。卵をと割らないで、ぐっつぐっつ茹でたらゆで卵。卵をポン、もう一つ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 ポンと割りまして、ふっくら焼いたらホットケーキ。一緒に食べよう。いただきます。あま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 あ。みんなもやってみてね。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。それでは今日はここでおしまいです。また見てくださいね。バイバーイ。